アメリカの小売業の進化というのは第一段階、街のお店から始まりました。これはもう19世紀末にですね、アメリカにメインストリートというのが当たり前のようにあって焦点があった時代です。お店っていうのはですね、買い物だけではなくておしゃべりする場でもあるし、あと新聞も売ってるし、飲み物もあるんですね。誰が何を買うのか分かる場でもあるし、街の人たちにとってコミュニティの場でもあるわけです。他の人がどういう生活をしてるのか、実は店の数が少ないからすぐに分かっちゃうんですね。どんな人がいても その人がどういう生活してるのか大体分かっちゃう。あ、赤ちゃん生まれたんだな、おむつ買ってるとかですね、もしくはあ、おむつ買わなくなった、赤ちゃん病気なのかな、引っ越したのかなっていうふうに、実はお互いの買い物を監視してるわけでもないんですけども、年がら年中見てるから、なんだか分かっちゃうわけですね。それがですね、20世紀の初め、デパートというのがアメリカにできました。もっと前にフランスとかであったんですけども、アメリカにできたのは20世紀の初めです。都市部にデパートが誕生してですね、街の店とかよりも高度なサービスと、 店員がが専門知識を持っっているのが、まあ、売りだったんですね。何よりも高級品の品揃えがすごいと町の店っていうのは金持ち向けの商品もあることはあるんですけど基本的には庶民向けの商品がほとんどなんでですね高級なものもしくはその高級なものの使い方例えばキャビアをどういう料理で使うのかですねトリュフをどういう風に使うのかっていうのは食材っていうのがあったとしても店のおじさんはそこまで知ってないわけです。それが、が、デパートでは店員がです、ね そういうのを教えてくれたりする。制服を着ていつもクリーニングしたようなシャツをパリッと着てるわけですね。こうなるとですね、街の小さな商店っていうのはいきなりみすぼらしくちっぽけに見えてしまう。これが第2段階ですね。第3段階、ショッピングモールです。 自動車社会になってですね、冷蔵庫が普及するようになったらですね、買い物を週に1回とか2回ぐらいでまとめ買いするようになったんですね。まとめてショッピングモールで買って家の巨大な冷蔵庫で保存するようになったと。1950年代に始まったですね、このショッピングモールですね。その頃に始まったんですけど、たちまちそのショッピングモールの中にレストランができて、映画館ができて、ボーリング場までできると。 いわゆる総合娯楽施設ですね。地方にあるです、ね、イオンモールのようにです、ね、総合娯楽施設になったとこれが1950年代のアメリカですそうするとです、ね、人々というのはです、ね、買い物ではなくて用もないのにとりあえずモールへ行こうということになりますこの段階でもまだ町の商店小さい店というのは生き残っているんですけどもしかしコミュニティはですは、ね、徐々に徐々に破壊されていきます 小さい店だったらさっきも言ったように誰がどこで何を買っているのかわかるから街の人たちっていうのは直接の知り合いでなくてもお互いになんとなくわかる人になるんですけどショッピングモールになってしまった瞬間にそれは街の中でどんな人がいるのかわかんなくなるんですね。何を買っているのかわからないということですね。この頃からですね。 都市伝説とかモダンホラーというのが生まれるようになりました。街の中に何か正体が知らない人がいるっていうのは殺人鬼の噂を読んだりですね。あとゾンビという映画が出てきて、街の中に異物がいるかもしれないというふうに言われるようになった。見知らぬ隣人ができたのもショッピングモールができたからです。これが第3段階ですね。第4段階、大規模小売店。大規模小売店は1962年ですね。その年にウォルマートとかですね、K マートというですね、大規模小売店というのが生まれるようになったんですね。 大規模小売店というのは、とにかく安く、とにかく大量に仕入れて売る。これによってですね、街の商店はついに徐々に徐々に滅びていくようになりました。第5段階、専門店というのが現れ出しました。これはですね、アメリカ中の中小ショップをですね、ウォルマートが破壊していた時代、新しい携帯の小売りとして生まれた。かつての日本で言えば、秋葉のですね、パソコンショップとかですね、ゲームショップみたいな、大型店舗ではあんまり扱わないような、 ママニニアアッッククななな、商品とか、マニアックな知識が必要なです、ね、そういうものを売る、売る定員にもかなりの専門知識が必要なです、ね、そういう専門店です。日本で言えば無印良品とかです、ね、ナチュラルショップとかのエコロジー系の店もあれも専門店の1つなんですね。これで,です、ね、大規模小売業、ウォルマートとです、ね、専門店であとコンビニエンスショップもそろそろ登場して街、ね、の小売店もまだなんとか生き残ってると。 これで、まあ、アメリカの小売店業界っていうのは、均衡状態が出てきて、ここで決着つくかと思われたんですけども、20世紀末に出てきたのが、いわゆる E コマースですね。2017年7月25日現在ですね、アマゾンの時価総額はですね、ウォルマートをはるかに超えて、その他のですね、小売業をです、ね、合わせたものですね。それに比べてこっちの方が多いんですが、アマゾンはですね、その方のどこよりも大きい、いわゆるもう本当に一人勝ちの状態になっているわけですね。 基アマゾンの売り上げはこの統計から先どんどん増える一方でこの右側の方の一般的な大型店舗、小売店舗専門店っていうのはどんどん,ど,んどんどん減る一方です。アマゾンというのはです、ね、年間7万6000人を失業させているそうです。 アマゾンの登場によって、これらの店が潰れることによって、レジ係ですね、駐車場係、あとあの、仕入れ係、販売係を含めて、この小売業だけでですね、アメリカのではですね、7万6000人が毎年毎年新しく失業していると。これはですね、アメリカのですね、全労働者のですね、0.1%なんですよ。 だから、トランプがですね、どんな失業対策をやろうともですね、それはアマゾンによる失業者生産率で言えばいいのかなアマゾンがものすごい勢いで失業者生産率を上げているのです。それを上回ることは不可能なんですね。だから、本当に失業者対策をやりたかったら、ガーファ a の4キーをですね、トランプはですね、核攻撃すればいいんですけどですね、<laughs> そこまではできないってことなんでしょうね。